金山ダムは、岐阜県加茂郡八尾津町とか西にまたがる、木曽川本川に建設されたダムである。関西電力株式会社の水力、発電専用ダムで、金山発電所へ送水して、最大3万9000キロワットの電力を発電する。金山ダムは、木曽川を横断する形で築造されたダムである。丸山ダムの下流、今渡りダムの上流に位置する。形式は、 腰流、直線型重力式、コンクリートダム。ダムの包み高は36.25メートル、包み長長は200.15メートル、包み体積は104,800立方メートル。ダムには幅11.2メートル、高さ9.5メートルのテンターゲートが14門並ぶ。ダムによって形成される、調整値の総貯水量は939万2000立方メートルで、 そのうち満水位、標高95.5メートルから4メートル以内の、有効貯水量は393万3900立方メートルとなっている。また、淡水面積は1.1平方キロメートルに及ぶ。ダム付設の関西電力金山発電所は、ダムうがに位置する。ダム水路式発電所であり、使用水量最大200リッター片メートル毎秒。 有効落差23.16メートルにて最大出力3万9000キロワットで稼働している。上部水槽を省いて導水路から直接水圧鉄管をつなぎ3台の水車発電機を稼働させて発電する。水車は縦軸カプラン水車、発電機は容量1万5500キロボルトアンペアのものを設置。発電所建屋は 半地下式で建設されている。対岸から見た金山発電所金山ダム、金山発電所は、大井ダム、大井発電所をはじめとする基礎川の水力発電所を建設した、大正昭和戦前期の大手、電力会社大道電力によって構想された。大道電力が金山ダムの周辺にて、水利権を取得したのは、 全身基礎電気工業時代の1920年3月のことである。地点名は西吉、今渡りの2つで、当初は双方とも水路式発電所の計画であったが、複数回の計画見直しでダムを伴う丸山、金山、今渡りの3発電所へと再編。内金山地点については1938年9月に、 発電出力3万7 1 0 0キロワットとして変更許可を得た。翌1939年4月1日、電力国家管理の担い手として、国策電力会社日本発送電が発足し、出力 5,000kW 超の新規水力発電設備を同社が引き受けることとなった。金山発電所の建設計画も、大道電力から日本発送電へと引き継がれ、 同年5月1日建設所の開設とともに、金山ダム発電所の工事が始まった。事前の準備工事と地理的条件から工事は順調に進み、日中戦争の長期化に伴う資材、労力不足の影響や、度重なる洪水被害があったものの、ダムについては1941年末にほとんど完成した。しかしながら、 ダムゲートや取水口の清水門が資材不足とメーカーの日立造船が造船事業で多忙であった関係で納入が遅れ未完成のままであった。また、三菱電機が製作中の水車発電機についても主軸をアメリカ合衆国に発注していたが工作機械輸出禁止措置で輸入できなくなり大体でドイツへ発注したがこれも独ソ線改線で届かなくなって やむなく自社で製作するという経緯があって1943年2月まで納入がずれ込んだ。1943年3月、計画のダムゲート14門、取水ゲート6門のうちとりあえず、ダムゲート6門、取水ゲート2門を取り付け発電機1台を稼働、夏の滑水期において5 6 0 0ットを臨時発電するという方針が固められた。未完成部分を、 コンクリートで重上げする仮延定工事とゲート設置工事は同年7月28日に完成。ダムの仮淡水と試運転を経て8月16日より金山発電所は送電を開始した。10月17日には2回目の発電機も完成して、出力は1 1 2 0 0ットとなった。12月になりダムが竣工し、 発電所出力は2 4 8 0 0ットへ増強。三代目の発電機は他の発電所へ転用する議論もあったが1944年3月1日に末付完了、4日に竣工検査が終了して金山発電所は出力3万7 1 0 0ットの水力発電所として全面的に竣工するに至った。太平洋戦争後、 1951年5月1日実施の電気事業再編成では、金山発電所は、他の基礎側の発電所と共に供給区域がいながら、関西電力へと継承された。日本発送電設備の帰属先を、発生電力の主張基地によって決定するという、潮流主義の原則に基づき、基礎川筋の発電所が、関西電力所管となったことによる。建設当初は、 使用水量最大200リッター片メートル毎秒、有効落差22.17メートルにて、出力37,100キロワットで運転されていたが、1963年8月13日付で、有効落差23.16メートル、出力39,000キロワットに変更された。以後発電所出力に変化はない。金山ダムは発電専用ダムであるが、ダム湖の左岸に、 水資源機構によって、愛知用水の金山取水口が設置されており、水源ダムの牧尾ダム、味噌川ダム、はガーダムから供給された水を取り入れている。ここを起点として、下半島の最南端へ至る延長 112.2km の愛知用水管線水路が伸びる。用水建設にあたり、金山上流で取水する案のかにも、下流今渡りダムの上流から、 用水ポンプで取水する案、今渡りダム下流から自然取り入れを行う案があったが、工事費と維持管理費の比較検討から金山取水案に決定された。取水口は金山ダム調整地の水位変動が大きく取水量も季節変動が大きいため手動操作が難しいことから、取水口の入り口部の下流約90メートルの地点に水観測所を設け、 ゲート開閉を自動制御するように設計されている、金山発電所に関するカテゴリー、ありがとうございます。